トゥルク系のデリーのスルターン、アラー・ウティン・ハルジー、1316年没チンギス、カンモンゴル帝国は1221年から1327年にかけて複数回インドア大陸へと侵攻している。多くの侵攻の後にカラウナスと呼ばれるモンゴル系の人々が生まれた。モンゴルは現在のパキスタンやパンジャーブ地方を数十年にわたり占領した。さらにモンゴルは インドの奥地へと進軍し、デリーの外れまで到達してきたため、デリーするターン朝は反撃に出て、モンゴル軍に多大な損害を与えたが、それでもなお、モンゴル軍は進行を続けた。最終的にバーブルによって建国されたムガル帝国が16世紀から17世紀にかけてインドは大陸のほとんどを征服することに成功した。 ジャラールティーンをサマルカンドからインドへと追跡し1221年、インガスの戦いで破った後、チンギスカンはドルベイ独身にニットメン2万個の軍勢を引きさせて、追跡を続けさせた。バラチェルビはジャラールティーンをパンジャーブ地方へと追跡し、ベーラやムルターンなど、郊外の都市を攻撃し、ラホールを略奪した。ジャラールティーンは、前の戦いの生き残りを集めて、 軍勢を再結集し、同盟者を求める一方、トゥルク系のデリーするターン朝に保護を求めたが、それは拒絶された。ジャラールティーンは、パンジャーブの地方君主たちを打ち破り征服した。パンジャーブ地方の部族の中には、コーカール族のように彼に仕えるようになった、塩区域の部族もいた。コーカールのライの息子は一門の者たちと共に、ジャラールティーンの軍勢に入った。 ジャラール・ティーンの兵は、将軍ウズベク・パイとハサン・カルルフの指揮下に置かれた。深度の地方政権との戦いの最中、ジャラール・ティーンは、南イランのケルマーン地方での反乱を聞くと、即座にその場を立ち、南、バルチスターンを進んでいった。ジャラール・ティーンはまた、ゴールとペシャーワルにて、ハルジー族、トルクメン族、ゴール族らも軍勢に組み入れた。新たな味方たちと共に、 ガズニーへ進撃し、ジャラールッティーン捕縛の任に当たっていたトゥルタイ指キ下のモンゴル軍の部隊を破った。だが戦勝後、味方たちは戦利品の分配をめぐって争い、ハルジー族、トルクメン族、ゴール族はジャラールッティーンの下を去ってペシャーアワルに戻ってしまった。この頃、チンギスカンの三男オゴデがモンゴル帝国の河岸の位についていた。モンゴル帝国の将軍、 チョルマ軍は、ジャラールッティーン討伐を命じられ、ついに、ホラズムシャー長を滅ぼすに至った。数年後の1235年、別のモンゴルの部隊が、カシミール地方に侵入し、数年間ダルガチを駐在させて、モンゴルの支配下に置いた。同時に、カシミールの仏教徒の長であったオトチは、ペシャーワルに侵攻し、ジャラールッティーンの下を去った後もモンゴルにとって、 脅威となっていたペシャーワルの核部族を打ち破った。主にハルジー族の敗れた人々はムルターニへと逃れ、デリースルターン朝の軍隊に投用された。1241年冬、モンゴル軍はインダス渓谷へと侵入し、ラホールを包囲した。1241年12月30日、門月式下のモンゴル軍はラホールで虐殺を行ったが、 デリーするターン朝からは撤退した。オゴデーカーンが亡くなったためであった。カシミールは1254年から1255年にかけて反乱を起こした。1251年に即位したモンケカーンは、将軍サリノヤンとテグデルを宮廷に呼び戻し、仏教徒の長お土地をカシミールのダルガチに任命した。しかし、カシミールの王は、土地をシュリーナガルにて殺害してしまう。 サリはカシミールに侵攻し、王を殺して反乱を鎮圧し、その地方をモンゴル帝国の支配下に置いた。デリーするターンアサの王子、ジャラールティーンマスウードは1248年、モンゴルのトカラコルムを訪れ、モンケカーンの援助の下で兄から王位を奪おうとした。モンケがカーンに即位した時、ジャラールティーンマスウードは大冠式に出席し、モンケに援助を求めていた。 モンケはサリに、ジャラール・ティーン・マス・ウードを助け不その王国を取り戻させるよう命じた。サリは引き続きムルターンとラホールを攻撃した。ヘラートの属国のマリクである、シャムア・ティーン・ムハンマド・カートは、モンゴル軍に付き従った。ジャラール・ティーンは、ラホールとクージャート、ソドラの従属君主に任命された。1257年、シンドの知事は、彼の全州をモンケの弟、 フレグに差し出し、デリーの君主からの保護を求めた。フレグは、サリバハドルに大軍を引きさせ、ンドに向かわせた。1257年冬から1258年初めに、かけて、サリノヤンは、ンドに押し寄せ、ムルターンを、武装解除した。彼の軍勢はまたおそらく、インダス川のバクーカルに城塞を築かせた。モンケカーン治世下のモンゴル帝国、 ラホール島の国境の町を復興させ、ホラズムやモンゴルの侵略に手を貸した地元のラナトライ、たちを処罰した。モンゴルの侵略の結果、多くの部族がデリー・スルターン・アサに逃げ込んだため、北インドのパワーバランスが変動した。ハルジー族はデリーのスルタンから権力を奪い、インドの他の地方にも急速に勢力を広げていった。そのような中、1300年、 モンゴルのインド侵攻も再び始まった。スシャーによると、何百何千というモンゴル軍が侵入してきたというが、その数は、中央、アジアや中東にいたモンゴル騎兵の全軍に近い、およそ15万の兵力であった。そこで、名前が上がっているモンゴルの将軍の数は、この遠征に加わった兵の総数の指標となる。おそらくこうした将軍は1万人を一単位とする。 呪面をそれぞれ引いていたからである。こうした侵略は、チンギスカンの子孫やモンゴルの将軍たちによって、引き入られており、その軍勢の規模は常に、騎兵1万から3万の間であったが、デリーの年代域では10万から20万の騎兵と、数字が誇張されている。1260年代に、モンゴル帝国で内戦が勃発すると、オゴデー家のカイドは混迷する中央アジアを平定し、 カーンの主権の及ばない独自の王国を建設した。これ以後、カイドールスに吸収される形となったチャガタイ家の王族、ドゥアがインド方面の指導者となった。ドゥアはアフガニスタンへと攻勢を強め、インドへとモンゴルの支配を広げようと試みた。チャガタイの彦であるアブドゥッダーの知事、ネグダリは1292年軍勢を率いて、パンジャーブに侵攻したが、先発した。 ウルグー指揮下の軍勢は、ハルジー町のスルターンに破れ捕虜となってしまった。4000のモンゴルの先発隊の捕虜はイスラームに回収し、新たなムスリムとしてデリーに住まわせた。彼らの住んだ郊外はその名にふさわしく、マグホールプラと名付けられた。1296年から1297年にかけて、チャガタイ軍は何度もデリースルターン朝に打ち破られた。 その後もモンゴルは繰り返し来た、インドに侵入した。少なくとも二度、大軍で押し寄せてきた。その両軍は1297年ジャランダルで合流したが、ザァーカーンに打ち破られた。1298年のモンゴルの侵入の際は、トュルクとモンゴルの混成軍が、ラージュプートの将と戦った。しかし、モンゴル軍は、トュルクの将軍と戦利品の分配をめぐって対立し、 彼の兄弟を暗殺してしまった。モンゴル軍の祭祀は残酷に扱われ、彼らはラージュプートの砦へ逃げ込んだ。この年、モンゴル軍はまたアラーウッディン・ハルジーと再び対立する動きを見せ、深度に侵入し、シビスタントリデを攻略した。モンゴル軍はサルディ式下で再び攻勢に出て、シーリートリデを落とした。腐敗の名称ザファーカーンはこの軍勢を、 くもなく打ち破り、砦りを再奪取して2000のモンゴル兵の捕虜を、アラーアウッィン・ハルジーの前へと引き出した。間もなく、カイドゥが、カイシャン率いる県軍との戦いの中で亡くなったため、ドゥアは、カイドゥ・ウルスを事実上乗っ取った上で、チャガタイ・ウルスを復興し、オーモット・ウルスとの和平を模索した。1304年頃には、ドゥアが派遣した死者が、オーモット・ウルスのオルジェイト・カーンに侵入を表明し、 約半世紀続いた大元ウルスとカイドゥルスとの対立が終わった。その直後、彼はモンゴルの一致団結したインド侵攻を提案したが、その遠征が実現することはなかった。1299年、中国に逆らいデリーのスルターンアラー、ウッディン・ハルジーはモンゴルを攻撃した。ハルジー軍の先発隊はザガー・カーン自身が率いていた。 彼は、モンゴル軍を打ち破り追撃を加えた。しかし、モンゴルの将軍クツルク法者は、ザファーを罠にかけ包囲し殺害した。だが、続けられたアラーウッディーン・ハルジーの攻勢を前に、モンゴル軍は撤退せざるを得なかった。モンゴルが反撃に出るのには、長い時間を要した。そして、モンゴル軍は、ジットール包囲中というおそらくアラーウッディーン・ハルジーに、とって、 最悪のタイミングに進行してきた。この時、モンゴル軍は身軽であった。タルギー指揮下の12000の軍勢は迅速にデリーに攻撃を仕掛け、多くの知事はデリーに援軍を送る間もなかった。アラーウッディン・ハルジーは約2ヶ月でシーリーへ撤退せざるを得なかった。モンゴル軍は周辺地域のみならず、デリー自体にも略奪を行った。 アラアウッティーン・ハルジーはシーリーで城塞を保持し続け、タルギーは数ヶ月で包囲を投棄撤退した。同時代の歴史カバラにはこれを、スーフィーのシャイフであるニザームティーン・アウリアーの祈りによる奇跡と考えた。アラアウッティーン・ハルジーは国境地帯の城塞を強化し、より多くの守備隊を配備した。新たなより効果的な防御施設がこの地域に建造された新たな軍勢と、 特別な知事が国境地帯を管理し防衛するために新設された。こうした見積もりにもかかわらず、アリーベグとタルタクに率いられたモンゴル軍は、突然パンジャーブとその隣のアムロハに姿を現した。モンゴル軍はパンジャーブを略奪し、道中のすべてを焼き払った。アラー・ウッディーン・ハルジーは二人の名称ガーズ・イー・マリクとマリク・カーフールに大軍を引きさせて侵略者と戦わせた。 彼らは略奪して、中央アジアへ戻ろうとしていたモンゴル軍を奇襲した。アムロ派の戦いでクバクをはじめとした、モンゴルの将軍たちは捕らえられ、他の捕虜たちと共に、シーリーに引き戻された。アラアウッティーン・ハルジーは将軍たちを像に踏みつぶさせて、処刑し、その他の捕虜は城壁にその首を吊るして晒した。モンゴル軍は、1306年に即位するケベクの下で、 再び攻めてきた。モンゴル軍は、ムルタン近くでインダス川を渡り、ヒマラヤへと近づいたが、パンジャーブの知事であったガーズ・イー・マリクに食い止められた。一人の将軍を含むおよそ5万のモンゴル兵が捕虜となった。アラー・ウッティーン・ハルジーは彼らを全員処刑し、彼らの妻子は奴隷して売り払った。この時代のモンゴルの最後の侵入は1307年から1308年にかけて、 イクバルマンドとタイブルの指揮下で行われた。彼らがなんとかインダス川を渡ったところに、アラーウッディン・ハルジーの軍勢が襲いかかり彼らは全員残殺された。同年、チャガタイウルスの君主、ドゥアもこの世を去り、後継者をめぐる争いの中で一連のモンゴルのインド侵攻は終わりを告げた。アラーウッディン・ハルジーは独創的な思想家であり、戦略家として卓越していた。 彼は略奪する軍勢を老練な将軍、ガーズイー・マリクの下、カンダール・ガズニー・カーブルへと送り込んだ。こうした構成は、効果的に、モンゴルのインドへと引かれた、ライン・オブ・コントロールを痛めつけた。シワナ・ジャロールはランガルの包囲攻略後、アラー・ウッティーン・ハルジーのインド人の奴隷、マリク・カーフールに引きられたインド軍は1311年、デーバギリから、マーバールを侵略した。 彼らは、莫大な金と戦利品と共に帰還した。モンゴルの将軍アバチが、カフルを殺そうとした後、アラーウッディーンは彼を処刑した。捕虜となり、デリーで、イスラームに回収した何千ものモンゴル人が、この件で凶暴しており、スルターンは全モンゴル人を捕らえるよう命じ、約2万人が処刑されたと伝えられている。デリーの宮廷はまた、 ペルシアのイリハン長のオルジェイトの死者も処刑したという。1320年ズルジュに率いられたカラウナスがジェーラム警告を通り、ほとんど抵抗も受けないままカシミールに侵入した。カシミールの王、スハデーバは、ズルジュに莫大な功能金を払うことで追い払おうと、した。彼が抵抗軍を組織しようとして失敗した後、スハデーバは、キシュトワールに逃亡し、カシミールの人々は、 ズルジュのナスがままにされた。モンゴル軍は家々を焼き払い、男は殺し女子供は奴隷とした。王の最高指揮官であるラーマ・チャンドラに率いられた、避難民のみ、ラートリデに逃れることができた。侵略者は冬将軍が来るまで8ヶ月にわたり、略奪を続けた。ズルジュがブリナルに向けて出発した時、ディバサール地域で大雪のため多くの兵と捕虜が失われた。 その次の主要なモンゴルの侵攻は、ハルジー長が、トゥグルク朝にとって変わられた後に起きた。1327年、タルマシリンは、1000年に、デリーへと使者を送った後、チャガタイ軍を率いて、国境の町ラムガーンと、ムルターンを略奪し、デリーを包囲した。トゥグルク朝はこれ以上の略奪を避けるため莫大な、高納金を払った。ムハンマドビン・トゥグルクは、 イルハンチのアブーサイドに、千年代ホラーサーンに侵入したタルマシリンに対抗して同盟を組むことを提唱したが、タルマシリンへの攻撃は実現しなかった。タルマシリンは、後にイスラーム教に改修した仏教徒であり、宗教対立はチャガ大半国において紛争の原因となっていた。これ以上の大規模な侵入がインドに対して行われることはなかった。 ついにモンゴルのインド征服は失敗のうちに終わることになる。しかし、モンゴルの傭兵の小集団は、北西インドの多くの地方勢力に雇われることとなる。アミール・カザガーンは、カラウナスと共に、北、インドに侵入している。彼はまた1350年に、何千もの軍勢を、デリーのスルターンのムハンマド・ビントゥ・グルクに、地方の反乱を鎮圧するために提供してもいる。 ティムール1397から1398年、冬、トゥグルク朝スルターンのナーシルティ・マフムードを破るティムール・バーブル。ティムールの子孫でありトゥルク化したモンゴル人である。彼は16世紀にインドに侵入したデリーのスルターンは中国からモンゴルにかけてを支配する元朝とペルシアから中東を支配するイルハン朝と友好関係を築いていた。 1338年頃、デリーするターン朝のムハンマドビントグルクは、モロッコの旅行者、イブン・マトゥータを、元のメグミ・タカシト・ゴン・テムルへの使者に任じている。彼が持っていた、贈答品の中には200人の奴隷も含まれていた。その頃、チャガ大半国は、分裂状態にあり、野心的なモンゴル・トゥルク系の主張ティムールが、中央アジアを支配下に置いてしまった。彼は、 領土拡大とイスラーム化の両政策を推し進め、モンゴルの部族を帝国の別の地域へと移住させるとともに、軍内ではトュルク系の人々を優遇した。ティムールはまたチャガタイ半国においてイスラームの信仰を強化し、クルアーンに基づいた法をチンギスカンのシャーマニズム系の法よりも上位に置いた。1398年、彼はインドへと侵入し、財宝を略奪していった。 その後、ティムールの帝国は崩壊し、彼の子孫たちは中央アジアを保つことができず、数多くの勢力に分裂した。チャガ大半国の末裔とティムール帝国の末裔とが、並存して、時に戦い待った時に、隕石関係を結んだ。そうした、婚姻関係の結果生まれた一人が、ムガル帝国の創始者、バーブルである。彼の母は、タシュケントのモンゴル系の家系であった。 バーブルはティムールの血を引く子孫であり、ティムールと同様、次のことを信じていたチンギスカンの支配は不完全なものであった。なぜならその支配には神の権威がなかったからである。と。彼自身の母はモンゴル系であるにもかかわらず、バーブルはあまりモンゴル人を好んでおらず、自助伝において辛辣な一説を書き残している。バーブルがカーブルを占拠しインドは大陸への侵攻を、 開始したとき、彼は、かつての侵略者、チャガタイハン国と、同様ムガルの名で呼ばれた。ティムールの侵略ですら、モンゴル帝国が、中央アジアを、長らく支配して、以来のモンゴルの侵入とみなされており、彼らにはその名が与えられた。ティムールとバーブルはどちらも、チンギスカンの軍事制度を引き継いでいた。その制度の一部は、オレドゥ、軍の野営地を形成する天幕の集団のい と呼ばれており、これは現在ウルドゥと発音されている。彼らのインド遠征のすべてにおいて、ムガルの宿営地はウルドゥと呼ばれ、この言葉は現在この宿営地を築いた多様な兵士たちの様々な言語となっていった。やがてこうしたインドの言語と外来の言語はウルドゥで、混ざり合いその名で呼ばれる新たな言語が誕生した。この軍営の言語はいくつかの北インドの都市で、 ムガル帝国滅亡後も生き残った。ウルドゥ語はこの地域で政治的変動を乗り越え、ついには科や音楽、その他の形の文化的表現が行える言語となった。今日、ウルドゥ語はインドの多くの公用語の一つとして、またパキスタンの公用語として認められている。関連書籍。ありがとうございます。